5番目の女は、ヘニングマン・ケルジョによるスウェーデンの警察小説、クルト・バランダーシリーズの第6作である。1994年9月26日、バランダーが父親とのローマ旅行を終え休暇明けに出勤すると、家宅侵入の報告が上がってきた。何者かに侵入されたのは閉店ゴム人の花屋で、あったが盗まれたものはなく、店内には血痕が残されていた。 届け出た店員の話によると、花屋の家父の経営者は、前の週からアフリカへの長期旅行中で翌週にならないと帰らないということであった。翌日ガソリンスタンドの経営者が、一人暮らしの馴染み客に、注文の暖房用燃料を配達に行ったところ、不在で、家の中の様子から失踪したらしいとの届け出があった。広大な敷地を所有する。 この引退した元自動車販売業者は前年に被害のない家宅侵入の届け出を提出していた。バランダーが元自動車販売業者の家を訪れると失踪したと思われていた人物が敷地内の堀の中で突き立てられた竹やりに串刺しになり死亡しているのを発見した。 元自動車販売業者の殺人事件の捜査が開始されたが、今度は旅行代理店に問い合わせた花屋の店員から、経営者がアフリカ旅行には行っていないらしいという知らせが入った。ありがとうございます。